おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は Xbox ショーケースの情報を中心に他配信イベントも含めて確認していこう。Xbox ショーケースが午前2時からの放送。これほど時差を恨んだことはないわね。まあ、こればっかりはしょうがない。速報気味とはなるが、気になる情報はしっかり見ていこう。また愚痴になるけど、興奮もあるけどちょっと眠たいです。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さてまずは、Xbox ショーケースが動画投稿日6月12日午前2時に日本時間では放送となった。威信をかけたベセスダの超大作スターフィールドダイレクトも含めて約2時間の大イベント。対策として出したレッドフォールの評価が芳しくなかったり、ゲームハードだけで勝負しているわけではないにしても、Xbox 本体の売り上げも現在そこまでではない。一部メディアからは結構きつめに言われたりもしていたわね。Xbox 陣営的には失敗できないショーケース。まあ、全体的な総評は口述しよう。まずは中身から見ていこう。ペルソナシリーズに関しては、公式から事前にお漏らしがあった通りとなる。ペルソナ5タクティカとペルソナ3リロードとなるな。今まで自重していたけど、ようやく大々的にお伝えできるのね。事前に出ていた情報から大きな変わりはないな。ペルソナ5タクティカはデフォルメされた表現での世界観での、シリーズ初のシミュレーション RPG となるな。心の怪盗団、メンバーの異世界転生って感じね。公式サイトもすでにあり、バトルシステムなどの紹介もあるぞ。3人でパーティーを編成し、従来のペルソナシリーズ同様の戦術はそのままに。ダウンさせた敵を、チームメンバー3人で囲むと、トライアングル、という総攻撃となる。元々の戦術に敵や味方との位置関係もあるから色々楽しめそうね。発売は2023年11月17日。すでに同時発売となるエピソード DLC や先行購入特典として、オルフェウスとイザナギも登場予定だ。ペルソナの運用もどんな感じになるかね。ゲーパスにも対応しているので、本編は追加費用なしで遊べよう。ここで気になることを確認したいわね。対応プラットフォームにゲーパスと Xbox と Windows 版しか表記ないけど、そんなわけないわよね。おそらくペルソナシリーズでは以前にもあったが情報の次元独占となると思う。このペルソナ5タクティカは印象的には PS はもちろんのこと、Nintendo Switch でも同時発売は可能だと思うな。作品のジャンル的に Switch でやりたいとも思うのよね。まあ、こちらはわかり次第またお伝えしていこう。気になるからこの時点で言っておくけど、情報の次元独占って単純に意味あんの？意味があると思うからやっているんだろ。個人的にはまどろっこしいとは思うがな。その話あまり続けると、本筋からずれるのでそれぐらいにしておくぞ。お次はペルソナ3リロードとなるな。以前にも言ったけど、ペルソナ5に寄せてきたわね。そのあたりは IGN の記事でもあるな。残念。ハムコは登場しないのね。プロデューサーの新妻良太氏は本作の本コンセプトとして、オリジナルのペルソナ3をリメイクすることとしており、フェスやポータブルのコンテンツは収録しないとのことだ。一ファンとしては、どうせならてんこ盛りにして欲しかった。体験を再現することに本当に純粋に取り組みたい、とも話されている。そう言われると強く出れねえ。チーフディレクターはだしもオリジナルの全てを残しながら現代風にアップデートするというのを、コンセプトにしているとのことで、先ほど霊夢がペルソナ5に寄せているとの印象が間違いではないのは、ペルソナ5と同様の体験をできることでしょう、と言っておられることからも明らかだ。発売は2024年初頭。ゲーパスデイワン作品でもある。こっちの対応プラットフォームは？公式サイトを確認したが、Xbox と Windows 版はダウンロードのみという表記になっているので、パッケージ版に PS 版があるのはおそらくほぼほぼだろう。ゲーパスでやれば費用面は楽になるけど、どうするかって感じね。そして、アトラスはもう一つ完全新作となる発表もしたな。新規 RPG プロジェクトとして発表されていた、プロジェクトリファンタジー、がようやく具体的な発表となったわね。2016年の発表だったから本当にようやくだな。ペルソナ、でも、新、女神転生、でもない新たな物語として、真なる幻想世界への回帰をテーマに開発されていた新作ファンタジー RPG、メタファーリファンタジオとなる。とはいえ、だいぶ見た目はペルソナ寄りになったわね。タイトル伏せられていたら、これがペルソナ6と言われても疑わなかったかも。無論、悪い意味ではないけどね。
発売は2024年内とのことで、今回はファーストトレーラーの公開となったが、アトラス公式より6月20日に日本ユーザー向けに発表記念特番も予定されている。こちらでもっと詳細な情報は確認できるだろう。いやー、放送時間といい出演 MC の皆様など安心感があるわ。アトラスとしては威信をかけたプロジェクトだし、本作には今後も注目しかないな。さて、お次はカプコンからも新作の発表があったな。和風テイストの新規アクションゲームとなる、クニツグミパスオブザゴッデス。これは予想外もいいところだったわね。カプコンは今どれほど玉残しているんや。まだ詳細は明らかではないが、鬼武者とも違う雰囲気ともなるし、新たなカプコンの軸となる作品になる可能性も大いにあるな。まあ、続報自体はカプコンショーケースでもあると思うので、こちらにも注目していきたいな。モンスターにゾンビに血味猛量か。ほぼほぼコンプしているわね。お次は都市建設シミュレーションゲームとして人気のシティーズスカイラインの続編となる、シティーズスカイライン2のゲームプレイ映像が公開となり、発売日は10月24日に決定となった。すでに Xbox、PS、Steam で予約も開始されている。個人的には待望であります。もともと初代もハマればほぼ無限に遊べる。この作品はもっとも含めて、PC 版でやるわ。初代はゲーパスでも PS プラスでも遊べるので、街づくりシムが好きな人はチェックしておいてほしいな。人気作品の続編であることもあり、スケールは壮大になっていると思うので期待大。間違いなくベストセラー作品とはなろうな。そして、ファーストタイトルとして注目は、マイクロソフトフライトシミュレーター2024と、フォルツァモータースポーツとなるな。確実に売れるだろうし、もちろんゲーパス対応。フライトシミュレーターはしっかりお試ししたいわね。こちらもそのリアリティと緻密さから、もともと定評はあるからね。フライトシミュレーター2024は来年発売予定だが、今でも遊べるフライトシミュレーターにも、映画、ドゥーン砂の惑星、コラボの拡張パックも発売となる。フォルサモータースポーツの発売日は10月10日。こちらも最先端の AI と高度な物理演算を駆使して刷新されたレーシングエンターテイメントとなるので、大いに盛り上がるだろう。お次は竜が如くシリーズにも動きがあったな。今回、一番妄想が広がるやつだわ。いきなり春日一番の全裸スタート。上半身は見慣れているんだけど、まさか下半身も解禁とはね。おそらくハワイのようなビーチに春日がわけもわからず全裸ということだな。ついに竜は海を越えるのか？これだけだとなんとも言えんな。正式タイトルは、竜が如くインフィニットウェルス、となった。どういう意味になるの？計り知れないや果てしない、富や財産ってことには直訳するとなるが。どっちにしろ妄想するしかないわね。その部分の回答は竜が如くの新作発表会であると思う。なかなかじらしてくるわね。他にもゲームソフト情報は大量にあるが、ハードウェアでも新情報として、Xbox シリーズ S の従来機の倍となる 1TB の SSD を搭載モデルを発表した。まだシリーズ S で戦うことを示す決意の黒って感じか。従来機より50ドル高い349ドルとなるな。ちょっとまだ日本円での発売価格が確認できてないが、44,000円ぐらいになると思う。容量はなんぼあってもいいわけだけど、価格的なインパクトは薄れるな。とはいえ、全体的に非常に豪華だったし、これから紹介するスターフィールドの内容を込みで、大いに期待が膨らむ内容とはなっていたな。1時間もやんのかいって感じだったけど、自由度は半端なさそうだし、現時点で不安はなし。反響もかなりのものだな。機体のオープンワールドにして、舞台は宇宙。惑星表面は自動生成で1000以上もの世界がある。アイテムのこだわりぶりや宇宙船のカスタム要素も半端ないな。本作の発売日は9月6日となり、もちろんゲーパスで追加費用なしで遊べることになるが、ゲーム本編に加えて、後に配信となるストーリー拡張コンテンツや5日間の先行アクセス券もある。プレミアムエディションにも注目が集まっているぞ。価格は Steam で12,870円。お安くはないんだけど、現時点では神ゲーの匂いがプンプンするから悩ましい。日本語吹き替えにも対応している。ここのクオリティも詳細が気になるな。ありがちな発売当初の致命的な技術面での問題点で評判落とさないなら、本作スターフィールドも今年というかゲーム史に名を残す作品となるだろう。少なくともゲーパスで遊ぶことは確定しているから、PC の整備しっかりしておくか。
さて、ゲーム史に名を残すかもという点では本作もついに情報が来た。ファイナルファンタジー16の体験版がついに来たわね。6月12日の午後5時頃からの配信。体験版では約2時間から2時間半のゲームプレイができるようになっており、セーブデータは製品版への引き継ぎができるし、クリア後にはバトルをより楽しみたい方に向けたスペシャルバトルデモも遊べる。こちらはカスカスになるまでプレイして、感想をお伝えできればです。ここである程度の評価は定まろう。いやー、本当に待ちに待ったわよ。当日開催されたプレローンチイベントではプラチナゲームズやキングダムハーツチームも、制作に関わっていると明らかになったな。まだまだ新情報ありそうね。とにかく体験版を遊び尽くそうと思います。この動画投稿時点ではすでに配信となっているだろうから、プレイした感想などは気軽にコメントいただけると幸いだ。よろしくお願いします。さて、ゲームの配信イベントとしてはまだ大きなものがあった。PC ゲーマー主催のオンラインショーケースとなる PC ゲーミングショー2023も、同日午前5時に配信となったぞ。マジでほとんど寝れない?まあ、以前にも言ったが YouTube 等で後からでも確認はできる。大型の配信イベントが多いですが、皆様無理のないようにお願いします。こちらも情報としては盛りだくさんすぎて、まともに精査できとらんが、極寒の世界に閉ざされた都市を運営する人気シミュレーション、フロストパンクの続編の、フロストパンク2の新たなトレーラーが公開され、2024年のリリースが明らかになった。シビアなサバイバルがたまらないのよ。この作品も大注目です。近々発売では 30XX も注目。ロックマン、ライクなローグライトアクションだ。びっくりするほどロックマンライク。ロックマンにインスパイアされたと公言してはいるな。ちゃんとカプコンに挨拶行った方がええと思うぞ。とはいえ、ロックマンのアクションローグライトと言われると興味しかねえ。可能性は広がるな。他にもヴァンパイアサバイバーのアップデートやら情報もりもり。ぶっちゃけ速報気味にお伝えしたので、他配信イベントでも紹介しきれていない部分は改めて確認していこう。マジで脳みそがついてこんな。とはいえ、6月13日の朝にはカプコンショーケースも来る。カプコン的には自身の配信イベントでサプライズも用意しているだろうし、ここも注目しかないな。まあ体調は整えさせてもらおう。矢継ぎ早に来るが、今後も無理なく配信イベントは楽しんでいこう。大型配信イベントは出揃い次第、改めてまとめる予定なのでよろしくお願いします。さて、ファイナルファンタジー16の体験版遊ぼう。こちらも早めに動画にするのでよろしくなんだぜ。